世界のはじめ、どうも、かわちゃんです。いや、今回ですけどね、最近、ちょっと、ロウくんが、カップ麺ばっか食ってるんですよ。カップ麺強で、もう大好きすぎて、そればっか食うんで、体に良くないなと思いましてね。なんて仲間思いな。あいつにね、僕もちょっとやったことないですよ。やったことないんですけど、料理の方を作っていこうかなと。夜帰ってきた時に、ガワちゃん特製フルコースを振る舞ってね、あいつの胃袋を掴んで、まあ、ちょっと掴んでなるかわからんけど、うん。掴んどいてね、体調には気をつけましょうということをね、味とともにお伝えをして、まあそんな感じですね、やっていきたいと思います。それでは行ってみましょう。これは、これで、これですね。こちら。これ、一番良さそうだな。これでいこうかな。これかな。これです。さあ、始めましょう。ガーズキッチン。食材の方買ってきましたので、では、クッキング早速していきたいと思います。まず一品目は炊き込みご飯。まず水を汲みます。で、飲みます。で、3.5 合炊くので、水の方を持って。入れました。さあ、あとはね、ここからちょっと水はね、少なめにしてね。炊き込んでいくのがこちら、寄せ鍋のこのつゆです。これで多分炊き込みご飯作る人あんまりいないと思うんですよ。これね、でも絶対美味しいと思いませんか、皆さん。これ絶対やってください。これ絶対美味しいんで。ちなみにね、僕はやったことないです。ないけどね、もう美味しいのが分かっちゃうんで、見た瞬間に。ちょっともうちょい水減らそうかな。もうほぼ水はなくていいです。もうこれをそのままジュワーって入れますね。こうやってジュワーって、まあこれね、ほら、炊き込むラインまで、まあ、入れますと。まあここまで入れたらもうあとは簡単ですね。うまっ。さあ、まだちょっとね、隠し味の方ご用意しているので、生なめこ半分ぐらい入れていきます。まあ炊き込んだら何でも美味しくなるんで、まあ炊き込んだら何でも美味しくなるんで。で、こちらね、はい、焼きプリン。これ真ん中にドーン。あ、うまい。生卵、これもね、しかもこれこのまま割らずに入れちゃいます。さあさあ、もうここまで来たらもう簡単ですよ。こちらの炊飯ジャーにセットして炊くだけです。こういう風にセットをしたので、ちょっと締めてスタートっていう感じですね。これどうやってやるんだろう。このタイプはちょっと使い方がよくわからないです。まあ、ちょっとよくわからないですが、ちょっとこのまま置いといてみます。はい、ということで、まあ1品目はまあ多分あれでほっといたら多分焼けるんで、焼ける、炊けるんでいけると思います。さあ、2品目いきましょう。スープをじゃあ作っていきます。目分量でいきます。もう水これぐらい。まずはちょっと火つけますね。はい、まずこれ温めます。具材をね、切っていきたいと思います。湯でね、料理あんまりしたことないっていうか、これもうどうやって切っていいかよくわかんないよね。まずキャベツ切れました。はい、入れました。あー、もう目に来てる、目に来てる。一緒に置いときますと。さあさあ、お豆腐もね、ちょっと切り方があると思うんですけど、僕はまず包丁でぶっ刺します。まあ、でかいけどこれに入れときます。まず今温めてるんで、温めつつでね、この間にそれから、うわーん、いきます。はい、カットわかめ、味の素もなんで、豆腐、ちょっと、あとは味付けです。醤油、かき醤油、なんかかき醤油、よくわからんけど、卵2つ、うまそう。一口食べてみます。うまっ。そしたら火を止めて流していきます。このだしもね、美味しいんで、だしも一緒に入れて完成です。これで、はい、
ちらは完成です。いやー、ありがとう。これはこれはうまいぞ。これはもう間違いなくうまい。うまい。これはやばいね。はい、完成です。ではちょっとこれもね、盛り付けていきたいと思います。完成しました。はい、というわけでできたんでね、あのロー君をちょっと待っていきたいと思います。はい、できたよ。ガチやん。ガチガチの。ガチやん。ガチガチの。何これ。ガチガチの料理っすね。え、何これ。はい、あ、分かった。これあれや、揚げ出し。イエス。え、はい、ご飯ないの。ご飯がですね、うん、オープンするよ。はい、いきますよ。はい、オープン。は、何これ。は、え、意味わからんで、これ。これ人の食い物じゃねえやろ。はい、これがですね、炊き込みご飯です。いや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 、これ、え、見た目グロないか。ちなみにこれは、カスタードプリンですね。えぐいってマジで。はい、というわけでね、ちょっと、作ってたロー君帰ってきたんで、食べてもらおうと思います。グロいけども。いや、もう日頃ね、カップ麺しか食ってないから、君は。たまにはこういう、ちゃんとした料理を食いなさいっていうことで、作りました。もう慣れと超えたいんですよ。ナルト超えたいんですよ。食べてください。じゃあこれはもう本当に美味しそうですね。見た目がすごい美味しそう。安全ないですからね。はい、行っちゃってください。これはじゃあいただきます。どうぞ。ピーマン好きなんだよな。正解。これは正解。これいけてる。うまいわ。これ何、ちょっとなんかさ、結構やばそうだよね。うん、なんかフレンチトーストをカラメルに沈めましたね。じゃあいただきます。かなりでかいんでね、中が普通に豆腐なんですよ。うん、豆腐も味わいつつ、うん、味も絡む。普通にうまいでしょ。普通にうまいでしょ、これ。普通にうまい。これうまいんですよ。一番の自信作言っていいですか。うん、これいっちゃって、まずこっち行くわ。あー、どうぞどうぞ。それもね、喉乾いたし、がっつりいっちゃってください。なんかさ、とろみがあるよ。そうですね、とろみいけます。うん、いけるよ。いける。優しいやつやん。優しいやつ、これちゃんとうまいんですよ。うん、優しい味が全部ちょっと予想外でしょ、これ、うん、思ってたより、うん、美味しい。まあ、あとその2つだよね、怖いのね。髪の毛入りやないか、お前やってくれてんな。髪の毛もそれはうまいよ。具材だよ。出してこれマジでさ、マジでなんかあるよ、俺。いやいやいや、もうカスタードプリンは絶対カスタードプリンで食った方がいいって。どうすか。俺は別で行きたい。これさ、それで言うとポテトチップスとかもチョコレートコーティングしたやつあるやんか、うん、あれちょっとダメなタイプね。ああ、これポテトチップスも入ってます。は？ガワガワガワチャンネル登録登録よろしく。ガチでガチでポテトチップスも入ってます。もう意味わからんて、ちょっとな、これ何これ、マジで。何なのこれ、スープ。それね、ポトフです。うん、うん、うめえよ。これうまいでしょ。うん、うまい。なんかおちんちん入ってます。ん、おちんちん。おちんちん言うな、これ。うまかったっす。あざっす、はい、っていうだけの企画です。今回はもう食べたんで終了です、これで。よし、じゃあ王将いっか。ねえ、チャリンコで2個一周をすると決めたあの日からいつまでもこの旅は続き、 It's my チャリンコストーリー Honey my チャリンコストーリー。 YOW!